3年生にもなるとやっぱり授業の内容が難しいよね。うん、遅れたりしないようにしっかり予習と復習しないと。けどアリサちゃんはやっぱりすごいよね。変わらず学年トップを維持してるし。だね。リミリンも塾通いで成績上がってるし、私も負けてられないな。ねえ、練習の後に勉強会しようよ。他のみんなも誘ってさ。うん、それいいかも。早速みんなにメッセージ送ってみるね。